当たりです。はい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 、昨日のミニ当たりチャンネルでこちらの、オーディオテクニカ ATH-IM50 というイヤホンを開封したんですけども、1日使っていろいろ検証してみた結果の感想をちょっとここでご紹介したいと思います。まずいいですか、昨日の開封編でイヤホンの付け方が分からなくて、もうなんかああでもないこうでもないってやってたんですけど、まずこのイヤホンをこうつけるじゃないですか。でこうね違う違う、あのね、耳にかけるんですよ。あの説明書に書いてあったんです。説明書に書いてあったのを見ずにつけていた僕、こういう感じ、耳の後ろに回してね、こうやって引っ掛ける感じ、こうすることでなんかこうコードがね、あれなんか違うな、こうかこうだ、コードが逆だ、コードがブレてもまあなんかノイズが入りにくいね、まあ、そういう、装着の仕方でございました。こうですね、こうです、はい。で、昨日一日いろいろ使ったわけです。まず iPod Touch がない、 iPod Touch で、曲を聴いて、でその後にパソコンにつなげて、ここにオーディオインターフェースがありますのでそれにつなげて、CD の音源も聴いてみました、はい。やっぱりiPod Touch で聞くのとパソコンで CD を再生して聞くのではやっぱり音質はやっぱりだいぶ違うんですけども、共通して言えるのはやっぱり低音が強いですね。特にベースのメロディーラインがあるじゃないですか。メロディーラインというか、まあ、ベースの音域があって、で、スネアがこの前後ぐらいで、バスドラで、このバスドラの前後ぐらいが結構強いかなっていう印象ですね、はい。なのでまあドンドンっていう、あのそういう音が強い印象でした、はい。参考にしてくださいまあ他にはバスドラは強いんですけども、ちょっと音がぼやけてる感じがやっぱりしますね、うん。どの音域もやっぱりそんなに言うほどクリアではないかなっていう印象はやっぱりありました、うん。もしかしたら僕の耳がもう年老いているのかもしれないですけども、さすがに20代前半の頃と比べたらやっぱり、まあ、聞く耳とかはやっぱりもしかしたら衰えてるかもしれないので、まああれなんですけども、でもやっぱり僕歌物聞くって、まあ昨日言ったんですけども、やっぱり歌のそのボーカルにしてもギターの音にしてもちょっとやっぱりぼやけた聞き応えという、聞き心地というか、うん、なんかはっきり定まらない音な気がするんですよね。まあもちろん使いますけど、イヤホン使いますけども、まあ、そんなに音質の良さはまあ求めてはいないので、走ってる時とかにねつけるやつなんで、多少の雑音とかも入るので、家でこんなじっくり聞く用のイヤホンではございませんので、そんなにそこまではっきりと音質をっていうあれではないんですけども、もしこれからねイヤホンを購入したい、でいい音で聞けるイヤホンが欲しいっていう方がいる時に、まあちょっと参考にしていただきたいと思います。IM50 でございます。そんなに音質はいい方ではないかなと。価格が5000円ぐらい。うん。5000円ぐらいなので、まあ値段相応の音質ではありました。最近ではプレイヤー自体もハイレゾに対応していたり、ヘッドホン、イヤホンなんかもハイレゾに対応しているものがありますので、はい。まあ、そこら辺買っておけば間違いないんじゃないかな。どうなんでしょうね。ちょっと、
イヤホンなんかもちょっといろいろ買って試してみたいですね。今度じゃあなんかハイレゾイヤホンとかもその辺ちょっと試してみたいと思います。はい、なのでイヤホン買ってみたシリーズそんなに頻繁には買えないけどね、まあ、月に1個か2個ぐらいしか買えないですけども、まあまあちょっといいんじゃないですかね。参考にしていただきたい僕の感想としては、特撮ソングを聴く場合はこのイヤホンがいいよみたいなね、まあ、そういう感じで聞いてください。特撮ソングだと男性のボーカルで結構音域が高め、なのでちょっと一般の方だったら頑張って歌わないと出ない音域ぐらいの、音域が音が多いので、はい、まあ、それくらい女性ボーカルと男性ボーカルの、まあ、ちょっと中間くらい、それこそもう女性ボーカルの音域に達しているぐらいの音域のやつも曲もあったりするので、はい、まあそれくらいのボーカルを歌物を聴きたいという方のためのイヤホン講座まあ別にそんなに僕詳しくないからあれなんですけども、はい、参考にしていただければなと思います。ヘッドホンはやっぱりある一定ライン以上の価格のヘッドホンを買えばそれなりの音質は得られるので、まあだいたい1万円以上出せばやっぱり世界は変わるんじゃないかなと思います。はい、家で聞く方はヘッドホンがおすすめです、間違いなく。はい、ヘッドホンで聞くともう後には弾けなくなります。はい後には弾けなくなりますね。はい、この音質知ったらそんな100円のイヤホンでは満足はできないです。かな。あと、あ、そうだ、あー言うの忘れてた、ゲッターロボ GO。 はい、コメント欄でも教えてもらって、まあ自分でも調べたんですけども、はい、スパロボには参戦していませんでした。はい、ゲッターロボ GO 参戦したのがパイロットだけみたいなんですよね。はい、パイロットだけで、また機体はゲッターロボ GO ではなくて、また別のなんかネオゲッターみたいなやつで、まあなんか僕の知っていたゲッターロボ GO と違うっていうのはそこでした。はい、ゲッターロボ GO ね、青いんですよ。ゲッター、普通のゲッターゲッターロボ1ゲッター1ゲッタードラゴンとかになるとやっぱ普通のなんか赤いゲッターみたいなイメージはあるんですけども、それは結構青いゲッターゲッターロボ GO で、まあこの場を持って皆様にお知らせしたいと思います。ゲッターロボ GO、 スパロボにはまだ未参戦ということで、今後の展開に期待しましょう。はい、それでは、さようなら、バイバイ。